度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だが、まだ死ねない。男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。ダンテ、捨て去ることを決めた。ヤマトの力を使って自らの人と魔を切り離したのだ。そして男を純粋な悪魔となった。かすかな魔の力で滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され、人の魂だけになってようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテに依頼したの？そうだ、愚かだが、やつならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ、俺は正しかったのか？私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。嵐にはちょうどいいな。道を開けな、死にたい。嵐
血で満たせって。俺のはお断りだぜ。源流ってわけだな。Yeah!
かれる術をどちらにしようかなって。死にたいってから絶対だよ。あらやっと、あらやっと、yeah!
の溝をたどれば。気になったらぶったたけ、我が家の家訓でね。血が流れ出した。踊まった。
わかるにちね。どちらにしようかなと。魔王様を待たせちゃ悪い。先を急ぐか。
これで終わりか。ずいぶん手の込んだ仕掛けだったな。驚いた。思ったよりそのままだ。あ、いたいた。おい、何やってんだよ。おい、ダンテってばよ。俺が悪魔の力に目覚めたのはバージェルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。ああ、今する話かそれ。俺も今まで散々いろんなやつに刺されてきたが、こんな日が来るとはな。いかれちまったのか。魔王を倒すんだろ。なあ、おい、自殺だ、お前バカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつ。だとしたらリベリオンは。おい、まさかスパーダを吸収してるの。簡単にくたばるはずもねえか。
じゃあ仕方ねえ、見せ場くれてやる。勝てよダンテ絶対。Me
ことだ、そのだと。人のこと言えたなりかよ。何も分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。多少予定は狂った。